どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。妖怪メダランドでキャンペーン中のレジェンドメダルうんちくま。なんと、当選しました。今回は当選するまでの戦いと、当選した時間紹介したいと思います。Here we go! はい。ということで、まさかの5回目で当選しました。40回、50回はザラでいくと思ってたんですけど、今年の運全部使い切りましたね。気になる当選した時間はこちら。15時2分。15時から開始して5回目、15時2分で当選しました。ブシニャン復活祭の時は1分に当たりやすい1分説とかあったんですが、やっぱりその時間前後に当たりやすいんでしょうか。ちなみに、うんちくまのキャンペーン期間は2015年1月30日までです。レジェンド妖怪は全部で8体いるんですが、メダルになってない妖怪は残り1体、ヤマタンです。ちなみに、ヤマタンの妖怪メダルと妖怪ボイスは別の動画で確認済みですので、動画の説明欄に動画のアドレス貼っておきます。チェックしてください。はい、今回はここまで。最後まで視聴ありがとうございました。